おはようございます。めっちゃ眩しい。今日もねスカッと晴れた気持ちのいい青空広がっておりますが、今日最高気温35度になってたかな。暑くなりますね。まあ、ということで本日はちょっとお買い物出ましょうっていうことになっておりまして、グローサリーショッピングとあと少しアウトレットも寄ってこようかなと思っております。今朝はですね、私がすごくお腹が減っておりまして、珍しくねパンケーキなどを焼いてみました。メープルシロップがちょっとしかなかったので蜂蜜も出したけど、バター敷いてね焼いてるのでバターは乗せておりませんが、お父さん今ねプロテイン飲んでお片付けしてますね。私もこれからね飲もうと思っておりますが、ここすごい眩しいので座って食べれないかもしれないけど、ちょっといただいてから活動開始していこうと思います。それではいただきます。ただいま9時40分ですね。お家を出ました。これからあまり行かないね、うちね、アウトレットに行きまして、でグローサリーショッピングしてね帰ってこようと思います。それでは行ってきます。アウトレット着きました。どのぐらいぶりだここ来るの？あなたとは誰と来たんですか？会社の人連れてきたから。ああなるほどね。でもそれももうコロナ前だよね。相当久しぶりですね。でぐるっとしていきましょう。いろいろお買い物いたしまして、ランチタイムです。今日はルビオス待ってます。来ました。私カリフォルニアボールシュリンプのせ、お父さんはグルメシュリンプのタコ。一応これシェアなので一緒に食べようと思います。それではいただきます。ただいま2時過ぎですね。すごいエアコンの音聞こえてると思うけどめっちゃ暑い。車戻ってまいりました。これだけスタバオーダーして持って帰ってきたんだけど、アイスのアップルクリスプマキアート、これは秋のフレーバーで出ててすごく気になってたのでね、グランデサイズシェアですね。あ、そうだ、これベンティーだとごめん、ベンティーということで飲みながらねグローサリーショッピングして帰ろうと思います。コリアンマーケットに今日来ました。いつもと違うところね。では行ってきます。コスコ着きました。行ってきます。ウォルマート来ました。行ってきます。トレーダージョーズ来ました。行ってきます。お家帰ってきました。おトイレタイムですね。はい、ダメだ、ただいまグーベイビーね、ありがちょね、おるしゅわんね、グーベイビーよ、グーベイビーよ。ポミクはお父さん気になるでやんちから、ママはもういいでやんちみたいなねんけど、ポミおいで、来た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 、よしよし。ただいまポミな、なにそれ、お父さん見に行くでやんちよーで出る。タイちゃんまた行くの？大きいお仕事かな。大きいお仕事だね、あの感じはね。ポミはねもうお父ちゃんお父ちゃんお父ちゃんだからね、もう会いたくてしょうがないんだろうね。お仕事を見守りたいんですね。あ、お嬢終わったかな、早かったですね。ではねサムちゃんのお仕事拾ってお家入りましょう。久々につけたからねめっちゃ水が出てくるのね。前にいるとかかるよお父さん。ということでお買い物してきたものはちょっとささっといきましょう。コスコでピーチでしょ、これはウォルマートかな、パイプユニッシュ的なやつとか、お風呂洗うブラシ、フロスとオーラルリンスね、あとバブリーをね大量にお父さん購入してました。スダジョーズでルッコラでしょ、生ハムと普通のハムね。あ、これ冷凍品だから冷凍庫入れとかないと。ジャパニーズスタイルのフライドライス、チヂミ、お父さんチヂミね食べたことないって言うんだけど、私何度か購入しておりまして出したことあるんだけどなと思ってるんだけど、あとマルラオイル、トマトと人参とフィル、コリアンマーケットかな、エリンギ、しいたけ、お豆腐を5つでしょ、お肉、焼肉用のお肉ね、今日は焼肉にしようと思ってるので、であとこれタン、こちらコスコ、このブリオッシュのパンね美味しかったからあったので購入しました。私は最近もこればっかり食べてるおやつ、ハマるとねずっと同じもの食べるんですよね私ね。そう、ウォルマートでおネギも購入したんだ。マッシュルームと芽キャベツとアボカドと下にアスパラが入ってます。で犬用ヨーグルトでしょ、ジョジョ園のね焼肉のタレとサラダドレッシングが売ってたんですね。まあちょっと MSG すごい入ってるけどと思ったけど、たまにはいいでしょって。その他、あ、これコスコでバスマット、これお風呂のね中のなんていうのラックっていうの、ロスね、これロスで購入した。電球安かったのでロスで、スタッシャーね試してみたいなと思ってたのでちょっと安かったから購入してみた。これあと私のおやつフィグで、今お父さんがね一生懸命タグ取ってくれてるので私先にね冷蔵物しまっていこう。お父さん奮闘中ですけれども、あとこれだけかな。ということでお買い物してきたものね、アウトレットでアンダーアーマーのマスク、私のはマスクケースも付いてたそうですが、これね前からすごい欲しくて、高いねって言っていや買わなかったんだけど、やっぱり購入しようということになりまして、お父さん黒い方で私このネイビーの方ですね。アディダスでウォーターボトル、これねここのゴムがいつの間にかなくなってて漏れるの、で照射入れたらね熱でここを
う切れました。これいらないよねって思ってたからね。まあまあ使うけど、これもいいなと思って安かったので購入しました。その他ラルフローレンでワンピース胸ポケットのついてる、ここにね洗濯物持ってきてるから入れちゃう。でこれお父さんのパーカー、薄手のねこういうのが欲しかったんだよね。でプライベートでも仕事でも着れるなって言って、それからバナリパでこれお父さんの T シャツ、昔はこういうね T シャツね、世界地図のやつがね売ってたんだけど、最近なかったんだけど、なんかかっこいいな、懐かしいなって言ってね。私もね T シャツ、ザ・バナリパですね。ゾウさんのプリントの T シャツ、これかわいい。ホリスターでこれ私の T シャツ、私ホリスターの T シャツめっちゃ好きで、触り心地とか結構とかが。であとはアディダスボトルも買ったんだけど、今日もね 50% オフだったねお父さんね。これ私のジャージ3本線のデポミクとサムちゃんとお揃いでアディドックしようかなと思って、サムちゃんのはね小さいからね買い直さなきゃいけないんだけど、これも私のトレーナー、これ可愛くない？お父さん前衛的って言ってたけど、これめっちゃ可愛いと思って、袖もね太めのね、でちょっと丈短めのやつ、これ可愛い。ちょっと脱がないでください、そんなところでパンツになってますお父さん。これも私の T シャツ、これも可愛くない？こういうね柔らかくてテロンとしてるのが私本当に好きなんだよね。でこれがお父さんのアディダスのジャージ、下がつぼまってるのが嫌なんだけど、今度が欲しいんだよって言ってこれ購入してましたね。はいどうぞ、履いてみたいんでしょ。あいいじゃん。こんななんか足首のとこ閉まってんの、なんかもうそうあの足の長さの調整しなくていいからいいじゃん。どう、あいいいいいいよ、ズルズルしないし。クーマのあの色の方がよくよくない、結構細いね。うんよかったじゃん。うん、まあ、ということでね、洗濯回したりして、さすはい、入ってみる、はいはい、分かった分かった。お野菜やったりなんだりしたらご飯食べれるからね、どんどんねご飯の支度していこうと思います。ではお片付け終わって、もう野菜切るだけだからね、ご飯の支度いたしまして、焼肉パーティーを始めております。焼肉担当大臣よろしくお願いします、うん、今はタンですね、この薄切りのしかなかったんだよね。あとエリンギを乗せてますね。その他お味噌汁一杯と適当サラダ、先ほどねお見せするの忘れてしまいましたが、大根ナムルとグリーンリーフ、焼肉のタレは一本ねエバラのやつがあったから先にこちらを開けました。まあその他お野菜もいろいろあるけど、ちょっと持ってこれないからっていうことで、今日のお野菜はこれだけですね。ご飯はねちょっと炊く時間なかったしいいやと思って、お昼結構食べたしね、はい、お肉をちょいちょいちょいとつまもうと思います。富田がいます、お水もあります、テントもあります。サミちゃんおいでって言ったんですけれども、私いいわよみたいな感じでぴょん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 してたから、じゃあねって言って出てきました。そのうち私も庭行きたわよ言ってね、ドアの前に張り付いてるかなと思うので、そうなったらドア開けてあげようと思います。あ来た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 、見てあれ見えてる、いるのよ。ちょっと声かけてみようか、まだ暑いねお外ね。出ますか、どうしようんですか。そうやっておいでよって言った時にタミちゃん来ないからよ、あたちやよ一人でおうちってなるのよ、泣かなくていいんです。はい、泣いてたいじけてたっぽい。いじけむちなのよね。あら、お目目にから涙出てるじゃん、ほら。ね、声かけた時に来ないと、ね、いじけ虫ならなくていいんでしょよ。ね、しょうね。はいはい、ごめんごめん。食べましょう、お父さん。はい、乾杯。はい。ご苦労様です、今日も。どうもありがとうね。お買い物も、タンは焼けてるようなので、食べようと思います。いただきまーす。美味しそう。めっちゃ美味しそう。三島だけ和牛ですね。今日買ってきたお肉。楽しみにしております。蜂がいるね、今日も。美味しい。でもちょっとね、火が入りすぎたな。中が赤いぐらいがいいです。お願いします。すいません。すいませんね、じゃなくて、次お願いします。あと2枚しかないです。めっちゃ逆光でお父さん暗いけど。サムちゃんまたお家の中入りまして、さっきまでそこで見てたけど、気づいてもらえないと思ったのか、しおしおしながら、多分ソファー乗ってると思う。ね、ポミ。おいでって言っても来ないんだよね、ダムにゃね。どう？あ、美味しいね。美味しいよね。うん。ギュッとしてて。肉って感じ。うん。すごい口に。こんだけお肉、あとねその他前にね購入してきてたカルビが冷凍庫にあったのと、フィンガーもねあるのでそれも持ってきてるんだけど、まあ全部食べきれないでしょう。明日も明後日も焼肉できるかなっていうぐらいの量はあるけど明後日無理か、明日は絶対できるね。これが冷凍庫にあったカルビ。それでは人間ご飯食べまして、みんなもご飯食べまして、お片付けも終わりましたのでブーブー来ます。ちょっと待ってください、お散歩行ってこようと思います。この子たち朝散歩行ってるのでね、夜はねまあ近所ぐるっと一周してこようかなと思います。それでは行ってきます。
なんかサムちゃんおかしいよ、くるくる回ってなんかくっついてるわよみたいな感じだったけど大丈夫かな、葉っぱかなんかがくっついてたのかな、取れたっぽい。なんかついてるってやっぱり言ってる。どっかなんかついてんのかな、お尻かもしれない。ついてない、ちょっと後でお家帰ってみましょう。お家帰ってきました。外暑かったね、ポムタン。タニクはこちらにいらっしゃいますね。まだ27度あるよ。タニちゃんちょっとお父さんしっかりとチェックお願いしますね。よし、まあ、ということで今ね8時半なんだけど、今日はね先にシャワー浴びちゃって、それからねまたムービーナイトしましょうかと言っておりますので、先に私シャワー浴びようかなと思ってるんだけど、お父さんが寝なきゃいいなと思っておりますが、もうお父さん寝ちゃったら仕方ないなと思ってるんだけど、まあこの辺のレシートの処理とかもねするだろうから、とりあえずババッと私シャワー浴びてこようと思います。お父さんも私もシャワーを浴びましたので、今日はねブレイブ見ようかって言ってるので、メロンとか桃とかスナックとかいろいろ用意いたしまして、今お父さんのお茶入れておりますので、ゆっくりムービータイムしようと思います。よろしくね、タムちゃんも見るもんね、豚も見るもんね。見ないか豚は。お風呂入ってすっきりですね、お父さんね。タムちゃんは眠いよってお目めてまちけど、眠いのか、そっか、ねんねんしていいですよ。お茶入ったね、持ってきます。タニクおやすみ。タニクはもうずっとここでね、ねんねんしてますね。私こっちのソファーでね、横になりながら映画見てたんですけど、見始めてもすぐね、やってまいりましてね、足元ね、温めてくれてましたね。ありがとうございます。あったかかったですよ、すごく。お手手が可愛いですね。ギュモってしてますけど、これ。もふもふの素敵なお腹ですね、タニクね。今日私もありがとうね、タニクね。ずっとねんねんしてたんですか。今日はねお出迎え出てきてなかったかな。お片付けして落ち着いてからなーって言ってね出てまいりまして、飯の時間こーって言ってんだけどまだ早いよーって言ってね、少しの間ねあのクレートの上ね座ってねスタンバイしておりましたが、私たちお外で食べるのね準備しておりましたら、冷蔵庫の上乗って冷蔵庫の上からじーっと見てた。まあもちろんねずっと開けっぱなしじゃないけど、お父さんがね物持って運んでる間フレンチドア開けてたんだけど、まあもちろんサディクの様子は観察しながら運んでたんですが、冷蔵庫のね上からね降りてこずですね、じーっと見てた。もうわし脱走しないんですか。いいと思いますよ、脱走は良くないと思いますよ、もうママ。お家が一番だよね、サディクね。もうわしは眠眠だそうですね。ねんねしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみー。おみなもおやすみ。さっきガニガニさん探しに出てきてたのでね、今渡したんですけど、渡した瞬間にありがとうでやんちよっててニコッとしてましたね。にゃもみ、ガニガニさんと一緒にねしたいんだよね。以上上がってますよね。真剣にお手入れしてますけど、ポミタも今日お留守番ありがとうね。お留守番の間何してたの、ここにねしてたの。なんか目の前ついてませんか。明日なしゃ不幸ね、またねお顔ね、へっへっへっへしてますけど大丈夫ですか。今日暑かったたよね、ポミ。お家の中にいても暑かったんじゃない。うん、そうだよね。朝ね最高気温35度ってね私言ってたかなと思うんだけど、やはりねそれ以上になりましたね。最近ね日本の気温よりも2度ぐらいかな高くなるなと思ってて、今日も最高気温37度になってたかな。明日も暑くなるんだって。明日ねお父さんとママねお掃除する予定なんですよ。でもごめんね、暑い暑いだと思うからさ、お手伝いするでやんちようかもしれませんけど、涼しいところでゆっくりしててください。大変大変なるからポミが。気温が高くなると山火事がねやっぱり起こるからね、まあ、すごく近くではないんだけど燃えておりまして、空気もそんなに良くないんだよね。今日お散歩出た時になんかおかしいな、喉ガラガラっぽいなと思って、その前からなんか調子悪くって、私ポイもねこの前咳してるってお話ししたかなと思うんだけど、私もね咳が出るようになって、あこれ多分空気だわと思って。ねぼみちゃんこう飲んでるんだよね。気に上がってるの、しょっいいよ、大丈夫でしょよ。ごめんなさい、落ち着いてもねねの時間ですからねねしようよ。明日も忙しい忙しいの一日ですから。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねねしてください。おやすみー。ダメ
ちゃんもおやすみ。お父さんね、こちらのソファー座ってね、眺めておりましたが、もうずーっとくっついてた。べったりくっついてた。たまに私の方来て、ママみたいな感じでね、お尻くっつけてね、座っておりましたが、今日もね、前半はね、真剣にテレビ見てましたね。ウライブね、お馬さんが出てくるシーンがあるんだけど、お馬さん出てくるとね、じーっと見てて。お馬さん気になったよね、あたちね、今日ね。あとまあ、ワンワンのね、鳴き声も聞こえたしね、クマちゃんがガオーいう声も聞こえたからね、気になってたよね、あたちね。まあ、最初は真剣に見てたけど、時折その動物のね、声が聞こえるときは、ハッとして顔を上げておりましたが、それ以外はね、基本的には寝てたかな。お父さん空中で寝寝してたもんね。で、お父さんが寝るっていうのが分かったらね、スッとね、こちら乗りまして。まだこの辺うろうろしてたんだけど、タムちゃん寝寝してるからいいわよ、みたいな感じでね。お父さん空中っていう時間はもうおしまいよ。あたち一人で寝寝してるから、お父さんもお利口さん歯磨きして寝寝しなさいだったの。タムちゃんもね、今日ね、お留守番どうもありがとうございました。朝散歩行った後、私たちがね、出発するまでずっとね、ベッドルームの窓際でね、日向ぼっこしておりまして、もう体ホコホコというか、もうあちあちになるぐらいね、日向ぼっこしてたのでね、私たちが出た後はですね、ぐっすりとね、お昼寝してたんじゃないかなと思うんだけど。ポミ君がお水飲み行ったね。ポミが出てきた瞬間にサムちゃんの耳がピクッと動いた。気になるのよね、ポミ君のことね。大丈夫よ、お水飲みいただけだからね。お水飲んだらさ、ポミ君もねんねしゅると思うから、サムちゃんもね、ねんねしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやじみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、2時になります。昨日かな、お父さんね、週末はムービーナイトねって言ってて、どのぐらいかな、9時半過ぎぐらいからかな、映画ね見始めたんですけど、今日もね2本見たんだけど、まあ、正確には2本プラスアルファみたいな感じだったんですけど、まずはねブレイブですね、メリダと恐ろしの森かなを見て、でその後にそのスピンオフ10分弱ぐらいの多分 DVD とか購入したら特典でついてくる映像なのかな、それを見て、でその後バグズライフも見たんですけど、お父さんね虫嫌いだから、次何か見るなんて言ってこうね、いろいろ探してた時に、私がバグズライフが目に留まったので、バグズライフ見るって聞いたら、見たことないでしょお父さんって言ったら、やだって言ったの、気持ち悪いでしょ、怖いでしょって言い始めて、そんなことない、大丈夫だからって言って、お父さんだってアドベンチャーのバグズランド行ったじゃんって、シアターでも見たし、ハイムリヒも乗ったでしょとかって、ハイムリヒってバグズライフ出てくるのとか言い始めて、バグズランドとバグズライフがイコールになってなかったみたいで、そのまま今ねバグズランドねなくなってしまってね、アベンジャーズのエリアになってるんですけれども、じゃあちょっと見てみるかって言ってね見始めて、まあ、私もお父さんもね2本目はねうつらうつらしながら見ていたんですが、でねバグズライフ終わった後ね、怖くもなければ気持ち悪くもなかったでしょって言ったら、グラスホッパーがグラスホッパーがってずっと言ってて、グラスホッパーの気持ちを考えてみろとか、まあ思っていた感じではなかったんだろうなっていうのがね、そのグラスホッパーの話をね聞いてて思ったんだけど、ブレイブの感想はよくこんな話が書けるなって言っておりまして、いい映画だったって言っておりまして、気に入っておりましたね。でね2本見終わって、私お片付けするから、もうお父さんね歯磨いて寝ていいよって言ったらね、さっと歯磨いてねゲストルーム行きまして、ゴソゴソしておりましたが、もうね電気消してるからね眠ったんじゃないかなと思います。ということでね、本日はアウトレット行ってグローサリーショッピングしてね、まあ一日ねお買い物の日だったんですけれども、先日ね今週末3連休っていうお話したかなと思うんだけど、レイバーデーのウィーケンドで至る所でねレイバーデーセールをやっておりまして、まあ今週末ねお掃除しようねとは言っておりましたが、せっかくセールもしてるから、お掃除だけの週末じゃなくてどこかお買い物には行きたいねっていう話になって、で先日ねアウトレット行った時に、お父さんね薄手のねパーカーが欲しいって言ってたんだけど、いいのが見つからなくて、まあそれもね探しに行きたいしなんて言ってね、で私ね何かのあれで T シャツの話になって、私ホリスターの T シャツが好きだっていうね話をしたんですけど、この生地感とか触り心地とか着心地とかなんだけど、でそれでじゃあホリスターのアウトレットがあるところに行こうかって言ってね、今日ね行ったアウトレットに行ったんですが、まあ今日ね暑かったのでね、屋外のアウトレットだから朝出たらもう眩しいし暑いしで、まあ、とにかくね日陰を選んで歩いてたんですけれども、本日もねいろいろお買い物してまいりまして、私お洋服整理してて増やしたくないっていうね話を先日したかなと思うんだけど、順調にねお片付け進んでおりまして、私ねその断捨離っていうのかな、始めるとあこれはどうかな、それはどうかなと思って
ってなかなかね捨てられない時もあるんだけど、結構ねもうバッサバサと切っていくタイプで、もうね古いものはねどんどん処分しておりまして、もちろんねまだ着れるなとも思うんだけど、もうね10年15年以上前のものとか出てきたりするんだけど、まあそういったものはねサイズとかもあるけどなんとなくねもうしっくりこないんですよね。そういったものをねずっとね取ってあって、もうごそっとね入れ替えたいなって思って、まあだからといってね次から次へとねお洋服買うのもあれかもしれないんだけど、部屋着とかそういったものはいいけど、やっぱりお外行く時とか、お父さんは特にお仕事出る時はね、まあ日長らってわけではないけど、やっぱりね少しねいいもの着た方がねいいかなとも思うので、年齢的にもね、まあだからといって今現行のものっていうのかなでなくてもねアウトレットで十分かなとも思っていますので、まあまだちょっと先だけどね、これから2ヶ月3ヶ月後ぐらいかはねもう年末商戦始まってね、いろいろとねセールもあると思いますので、まあもちろんねクローゼットの中ねガラッと一新っていうわけにはいかないと思うんですけれども、またねちょこちょこアウトレットに行っては今使ってるもので古いものに変わるものね探してきて入れ替えてね行きたいなと思っております。先日からちょこちょこお話ししてるかなと思うんですけれども、明日はですねもうガツッとねお家お掃除しようと思っておりまして、とにかくバスルーム中心にお掃除して、今日ねお掃除で使うグッズとかシャワールームで使っていたものも新しくしようねって言って、中にねかけるラックとか、あと下にね敷くラグ、足拭きマットもね新しくしたいなと思ったんですけれども、私 IKEA の足拭きマットがめちゃくちゃ気に入ってて、ちょっとね IKEA にね行く時間がなくてね購入できてないから、それはね引き続き今使ってるものを使おうと思うんだけど、まあ時間見つけてね IKEA にも行こうと思ってるんですが、シャワーヘッドも買いようかって言ってて、シャワーヘッドもねオーダーして届いておりますので、お掃除してねお引っ越しして、明日からですねマスターのベッドルームのバスルームでシャワー浴びて、そしてマスターベッドルームのねベッドでね寝たいなと思っておりますので、頑張っていこうと思います。ということで本日はこの辺りで電気を消して休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。